古河市の桃祭りの会場内にやってきました。今日からイベントスタートということで、もう会場内たくさんの方に集まっていただいております。桃の花も綺麗に咲いています。今日からスタートということで、ステージの方でもイベントが、ね、行われていまして、太鼓の音色なども響き渡っている会場内となっています。この時間はこの桃祭りご紹介していきます。さあ、それではここ古河市にあります 桃祭りの会場、日本一の花桃の里ですね、古河総合公園、この桃祭りをご紹介していきます。お話は古河桃祭り実行委員会の実行委員長、渡辺努さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。綺麗に咲きましたね、桃の花。そうですね、去年が、開園式の時に全く咲いてなかったんですけれども、はい、今年はもう天候に恵まれまして、今がちょうど見頃となっております。はい、まさに今週末あたり綺麗に見ることできるんじゃないでしょうか。そうですね、今週末がちょうど見頃で、ちょうど満開になるのが今週末ぐらいだと思われます。今日から4月7日にかけまして、この桃祭り行われるわけですけれども、はい、まあ、遅咲きの品種なども、ね、あるようですので、はい、今年はこの会期中目いっぱい楽しめそうですね。そうですね、遅咲きの、受精桃ですとか、菊桃ですとか、そういった源平ですとか、そういった品種が遅くまで咲いておりますので、期間中目いっぱい楽しんでいただけることと思います。改めてですけれども、この園内にあります桃の花、はい、種類そして本数など教えてください。はい、種類ですけれども、園内の8割を占めますのが、矢口という品種になります。これが桃の当園の、メインになっておりまして、その他に、受精桃、源平、関白、それから、菊桃もと、これが、この5種類が、園内のメインの花となっております。うん、これもよく聞かれる質問だとは思うんですけれども、はい、どうしてここ古河が花桃の里になってるんでしょうか。ですね、古河っていうところはですね、この地は非常に歴史が古いんですけれども、この古い歴史の中で、桜が世の中にソメイヨシノが世の中に誕生する前から花見を楽しんでいたという歴史がございまして、桜の花見をする前から桃で皆さんが花見を楽しんでいたということで、古河は桃祭りになっております。なるほど、花見といえば桃という時代もあったわけなんですね。そうですね、実際に今とても綺麗に咲いているこの桃の花ですけれども、はい、桜に負けてないですよね。いや、もう桜に全然負けてないです、はい、ね、お花として競争するわけではないですけれども、はい、桃の魅力、なんといってもこのピンク色の可愛らしさ、一番なんじゃないでしょうか。はい、そうですね、ピンクの濃い色が とても可愛い花になっております。ね、実行委員長もピンクのスタッフジャンパーを着て皆様をお迎えしておりますけれども、はい、5種類でしたっけ、全部で。そうですね、で2000本のこの桃の花が咲いているということですけれども、はいね、はい、品種によって、ね、濃いピンクもあれば薄いピンクもあり、はいはい、もうなんていうのかな、やっぱりこう独特の可愛らしさが一番の ね、 そうですね、桃の魅力になりますかね。はい、はい、そしてピンクをお召しになっているのは実行委員長だけではないんですね。今回は観光協会の会長さんも会場内にいらっしゃるということで、はいはい、ちょっとこの期間中に行われますイベントについてご紹介いただければと思います。よろしくお願いいたします。古河市観光協会の野村俊夫会長です。よろしくお願いいたします。失礼します。3月の24日に、古河で最初の、花桃マラソンということで 42.195キロ、約8000名、そして10キロ親子でペアで、2キロということで、合計、1万人の方に、古河の街を走っていただくということになっております。古河の街中、まさにこの桃の花が満開なこの時期に、はい、そうです、走り抜けることがね、はい、古河は8年前に合併をしまして、旧古河市、旧沢和町、旧沢和町が一つになって、今回初めて全町をこう網羅して、走っていただくという、平坦な記録の出やすい、マラソンになっております。はい、
い、あのぜひ2回目3回目と続けていただいて、はい、皆さんにもご参加いただきたいですよね。そうですね、まあ、今回も締め切ったんですけども、はい、1万人そして見物の方を合わせると2万人、うん、3万人の方が、その会場を埋め尽くしてくれると思ってます、ね。はい、桃の花そして歴史あるこの古河の町を、はい、ぜひ元気に走り抜けていただきたいと思います。ありがとうございました。野村会長ありがとうございました。さあ、あのマラソン大会の方もあるようですけれども、その他、はい、今日もステージイベントもありますし、はい、会場内たくさんのテントも出てますからね、はい、花見だけではなくってお腹の方も満たされる。そうですね、園内ここでしか食べられない、ものなんかも多数ございます、はい、桃まんじゅうですとか、ハーブティーですとか、はい、あと古河の銘菓となり名品となります、船の甘露煮ですとか、はい、それとあとこの辺で有名なの刺し抹茶ですね、はい、お茶も有名ですし地酒なんかも有名になっております、はい、地元のお店もたくさんね、はい、いらっしゃるということですので、はい、この会場に来れば古河の魅力をたっぷり楽しめるんじゃないでしょうか、はい、あの今お話に出ました、はい、こももまんじゅう、こももまんじゅうですねと、はい、ももハーブティー、ももハーブティーです、はい、そうですね、なんと今こちらに古河桃娘の皆さんじゃないですか。こんにちは、はい、あ、これいただいていいんでしょうか、はい、はい、じゃあちょっと古河桃まんじゅうを一口いただきます。うん、うん、白あん、うん、白あんなんですね。いただきます。後でゆっくりいただきます。あ、桃の香りがほんのり鼻に抜けて、はい、甘くて美味しいです、はい、ありがとうございます。これはこの会場内でしか食べることができないと。そうですね、はい、いうことです。あの、はい、ハーブティーの方もありますし、その他、ね、美味しい食べ物ずらっと並んでいますので、はい、ぜひこちら会場に来ていただきたいと思います、はい、さあ、そしてあの今ですね、話している周りにカメラマンの皆さんがたくさんいらっしゃるんですけれども、はい、この桃娘の皆さんを撮ろうということでね、はい、集まっていただいています。あの皆さんに、ラジオを聞いている皆さんにも皆さんから一言ずつメッセージをいただければなと思います。よろしいですか、はい、さあでは順番ありますよね、はい、さあお願いします。皆さんこんにちは。私たちは本年の古河花娘、早瀬桃子です。出川つさきです。河津ゆりのです。関口智美です。どうぞよろしくお願いいたします。茨城県古河市は茨城県の最も西側に位置する、ちょうど関東のど真ん中にあたる場所にございます。昭和52年から開催されているこの古河桃祭りは、今年で37回目を迎える古河を代表する祭りとなっております。本年の古河桃祭りの期間は本日3月20日水曜日から4月7日日曜日までの約20日間となっております。園内には矢口を中心として限定、樹勢と菊桃、関白など様々な種類の花桃がまさに桃源郷のように咲き誇っております。期間中は様々なイベントを開催し、美味しいものもたくさんご用意しております。どうぞ皆様、花娘一同心よりお待ちしております。はい、ということで古河桃娘の皆さんからご挨拶いただきました。あの最後に渡辺会長からもお願いしますということで、はい、一言いいですか、はい、私たちの実行委員あの一同が、皆様の心からおもてなしできるように、皆様ご来場いただけるように心よりお待ちいたしております、皆さん振るってご来園いただければ幸いです。よろしくお願いします。はい、古河市総合公園内で開催されます、はい、4月7日までです。古河市の桃祭り、今日はご紹介いたしました。勝美さん、新口さん、ぜひ皆さんもお出かけいただければと思います。今日は古河市からレポートをお届けしました。